エリジは、岐阜県関市麦川町跡部にある十一面観音菩薩を本尊とする臨在修行神事派の寺院で、三号は尾崎山。美の十三観音霊場六番札書。聖武天皇が病魔に侵された際に、行記が大跡部王子、武列天皇の御子と伝わるが、古事記並びに、日本書紀には、武列天皇には、死女なしと記されている。 の旧跡で自国の十一面観音菩薩と教跡を、祭りその平を祈願したのが起源と伝わる。霊言あって回復した。聖武天皇が仏音に報いるために、自在王院の直学を歌詞して、ガランを寄進した。平安時代には、多くの神院、祭事を備えるなど、流星を極めた。また、この時代に、里芝が、不動明王を治めている。その後は、 幾多の戦乱を経て、次第に衰微し、永六7年に、織田信長の美の信仰の際に陛下に焼かれて右に、返した。しかしながら、本尊の十一面観音菩薩など、多くの寺宝は、消失を免れ現代に伝わっている。江戸時代になってこの妙石を、ながら宗福寺八世の物堂創設が中興し、以来臨在宗明神寺派の寺院となる。明神寺派の第十代館長、 病心寺564世十字の友禅原発が当時で出家しており、それを記念する石踏みが境内に建っている。また、境内では弁天池及び弁天堂、白山社がある。ありがとうございます。